本校では、日本の国章について述べる。日本では、法令上明確な国章は定められていないが、伝統的に天皇が文章として使用し、今日でも皇室が事実上の家紋として使用している1680記句が、官令として国章に準じた扱いを受けている。国章のような扱いをしている事例としては、日本の在外交官では、菊の御門が掲示されている。また戦前においては、 九陸軍の軍機の艦島と、九海軍の軍艦の艦手には、菊の誤門が取り付けられたほか、郵便切手、各種紙幣にも、菊の誤門はあしらわれていた。日本国旅券の表紙に表示されているのは、1680票菊をデザイン化した十六一1 0票菊である。1 9二十年の国際交通制度改良会議で、パスポートの表紙に国章を記すように採択されたが、 当時の日本に法廷の国章がなかったためデザイン化した菊の紋章が1926年から採用された内閣総理大臣紋章5710カ門は歴史上皇室や政権担当者が紋章として使用し内閣総理大臣日本国政府内閣府が政府の紋章として使用している5710カ門は歴史上皇室や 政権担当者が文章として使用し、内閣総理大臣、日本国政府、内閣府が政府の文章として使用している。ありがとうございます。